ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前、すごいことがあったんだ。なんだ？なんあった？牛丼食べてお店で出ようとしたら財布がなかったんだ。で、どうした？パニックになって頭、真っ白になって、牛丼だけにも売って牛の真似した。でへ。もう、想定外なこと起こるとパニックになるよな。普通、そうだが、パニックにならず決断を続けた人がいるぞ。サマルエさんだな。あの人、財布を忘れても愉快な人だし。いや、太平洋戦争で奮戦した明帝徳のことだ。その人は牛丼食べて財布忘れても堂々としていたってことだな。いや、彼は牛丼財布事件のおそらく数億、数兆倍のトラブルを目の前にしても冷静に決断し続けた。数兆倍。今回の決断の主役は山口多聞海軍中将だ。よ、今回も、第二次世界大戦の決断シリーズってことだな。そうだ、決断の舞台は、彼が命を落とすこととなるミッドウェー海戦。いきなり重いな。彼は、目の前で起きていた想定外の事態に対して3つの決断をする。3つもか？それはまさに軽眼とも言うべき決断だった。牛丼屋での俺は軽眼どころか目の前、真っ白だったからな。もし彼がその軽眼で連合艦隊を指揮していたら、日本の歴史は塗り替えられていたはずだ。なぬ。太平洋戦争の行方も今とは違っていたものになっていたかもしれない。なぬなぬ。太平洋戦争の奇数を決したと言っても過言ではないミッドウェーで山口多聞中将がどんな決断をしたのか？そして、その決断に至るミッドウェー海戦の真実も明らかにしていくぞ。ということで、ゆっくりしていってね。太平洋戦争を語る上では欠かせない戦いミッドウェー海戦。マリサは知っているか？おう。真ん中に道がある戦いだろ？ミッドウェー海戦は1942年6月5日から7日にかけて、中部太平洋上のアメリカ合衆国領ミッドウェー島付近で行われた海戦のことだ。そうだ、そのことだ。ミッドウェー島の攻略を目指す日本海軍をアメリカ軍が迎え撃つ形で発生。日本海軍空母機動部隊とアメリカ海軍空母機動部隊及び同等基地航空部隊との航空戦の結果、日本海軍は投入した空母4隻とその艦載機約290機のすべて、および兵士ら3057名を失い歴史的大敗を喫した。大敗。この海戦はミッドウェー島の攻略、米空母部隊撃滅を目的とした日本の作戦 MI 作戦の一環として行われたが、ミッドウェー海戦で敗北したことで MI 作戦は中止された。アメリカ軍が強かったんだな。いや、実はミッドウェー海戦時には日本の戦力が圧倒的に勝っていた。当初の計画では日本の参加艦船は赤城など空母6隻、戦艦は大和など11隻を含む計約300隻。航空機が約1千機、兵力が約10万人と海軍始まって以来の大作戦だった。一方のアメリカ側は空母2隻に、先の3、5回海戦で手負いを負ったヨークタウン1隻を突貫作業で修理して3隻。その他の艦船の数も圧倒していた。そんな圧倒していたのに負けたのか？負けた。目を覆うような敗北が繰り広げられる中、山口多聞は3つの決断をする。決して諦めずに。すごい軍人だな。雷撃戦の神様と呼ばれる山口は、輝かしい戦績を残した一人の提督を敬愛していた。それが、ネルソン提督だ。ネルネルネイル？1758年生まれ。アメリカ独立戦争ナポレオン戦争などで活躍したイギリス海軍提督のことだ。ナイルの海戦でフランス艦隊を壊滅させる武功を挙げ、トラファルガー海戦でフランススペイン連合艦隊に対して戦史上稀に見る大勝利を収めた。ナポレオンによる制海権獲得イギリス本土侵攻を阻止したが、自身もこの海戦で戦死。47歳だった。イギリスの軍人史上最大の英雄とされる提督だ。ネルネルネイル、むっちゃすごい。山口はネルソンの言葉を好み、たびたび話に引用した。機関が見えず、戦闘の処置に困った時には、敵艦に横付けして死闘せよ。それが私の意図に合致する。こう突き目がたい時は、自分は、より危険性があっても積極性を取る。死ぬか生きるかの瀬戸際に立って、判断に迷う場合、他のことは一切考えずまっすぐ死に突き進むことだ。すごい言葉だな。山口がミッドウェーで取った行動は、まさにその言葉通りだった。有言実行か。山口多聞は明治25年、1892年、東京市小石川区に生まれる。父宗義は日本銀行の理事。旧松江藩士として明治維新を体験した人物で、読書家で武道にも通じ、実に教育熱心な父親だった。
幼少の頃の山口は、丸々太った風貌と食欲の旺盛さから、まんじゅう、というあだ名が付けられていたそうだ。まんじゅう。1905年、開成中学に入学。開校以来の秀才と祝われ、剣道も一級の腕前で、文武両道を体現した。有言実行に文武両道。1909年、海軍兵学校に入学し自席で卒業。その後、海軍大学校を卒業した山口は、第一次世界大戦での地中海遠征をはじめ艦隊勤務に励む一方で、プリンストン大学への留学やワシントンの駐在武官、そしてロンドン軍縮会議の随員を務めるなど、着実にキャリアを積む。ハーバード大留学や在米大使館付き武官などを経験し米国通だった山本五十六の秘蔵っ子とも言われていた。有言実行に文武両道に秘蔵っ子。そして、1941年、太平洋戦争が勃発すると第二航空戦隊司令官に着任。いずれは連合艦隊司令官になるのでは?と期待されていた人物だった。エリート中のエリート軍人だ。ただ彼は志半ばで命を落とす。その戦いがミッドウェー海戦。彼が下した3つの決断とは何だったのか?これからじっくり解説していくぞ。そもそも、なんでミッドウェー海戦は起こったんだ?太平洋戦争での海軍の作戦要領は、大東洋敵勢力を一掃し南方領域を攻略することを第一弾作戦としていた。香港、マニラ、シンガポールの重要軍事拠点を覆滅して東亜における米英勢力を一掃するとともに、スマトラ、ジャワ、ボルネオ、セレベス及びマレーなどの重要資源地帯を攻略確保。攻略目標は、フィリピン、マレー、ジャワの3つを柱とし、資源地帯の乱印の中心ジャワを最終目標とした。はーん。それがうまくいかなかったというわけか?いや、めっちゃうまくいった。なぬ。海戦後、南方作戦はバターン半島でのアメリカ軍の抵抗を除けば計画を上回る速さで進行。日本軍は南方の油田地帯を手に入れたことで当初の作戦目標を完全に達成した。16万人以上の捕虜を獲得し、日本軍の戦死者は1万人に満たなかった。こうして、戦争初戦の南方作戦は日本軍の快進撃のうちに終わった。なら、ええやん。いや、実は、日本軍は、その後の作戦が描けていなかったんだ。次に何したらよいかわからないってこと?そうだ、そもそも太平洋戦争開戦前、日本海軍は対米戦に対しては、アメリカ艦隊が日本近海に進出してきたところで艦隊決戦を行う方針を考えていた。アメリカとの早期講和を可能にすべく、日露戦争での日本海海戦でバルチック艦隊を撃破した戦いに倣ったものだと考えられる。なるほど、敵の艦隊をガツンとやっつけて、講和しようってことか。そもそも連合艦隊司令長官山本五十六海軍大将は、対米戦になったら積極的な攻勢作戦を取るべきだと考えていた。つまり、対米作戦はハワイを攻略するような積極作戦を取るべきであると、考えたのだ。しかし、アメリカ海軍は、1941年12月の真珠湾攻撃で主力の戦艦部隊を行動不能に陥れられたものの、無傷であった空母による機動部隊が、一撃離脱攻撃を各方面で繰り返し日本軍を悩ませた。アメリカ軍の奇襲による被害は小さかったが、連合艦隊は日本近海での艦隊決戦が困難であることに気づかざるを得なかったんだ。艦隊決戦は無理か。講和へと向かう道筋が見えないまま、日本の連合艦隊は、真珠湾攻撃後、南方作戦に機動部隊主力を投入。インド洋作戦が実施され、セイロン沖海戦で英国海軍に勝利したものの、インド洋の英領セイロン島を攻略する作戦案も採用されなかった。そこで、連合艦隊幕僚は第2弾作戦の移行までに代替案を作成しなければならなかった。その残された期間はわずか2週間。2週間で次の作戦練るの無理ゲーだ。そうだ。連合艦隊幕僚は戦争を早期終結できる作戦が思いつかなかった。ガラデムー。結局、第2弾作戦は、南方作戦で獲得した占領地の防備のために米豪の連絡遮断、早期終戦のためにハワイ占領を目的とすることが決定する。実はこの第2弾作戦の研究では、山口からも提案があった。どんな提案だ ?5 月にインド領地を、7月にフィジー、サモア、ニューカレドニア及びニュージーランド、オーストラリア領地を占領。8、9月にアユーシャン、11、12月にミッドウェー島などを占領し、そして、翌年、1943年1月にハワイを占領。その後、パナマ運河を破壊し、カリフォルニア州油田地帯を占領。
北米全域爆撃という計画であった。その計画、良さそうに聞こえるぞ。しかし、山口が11月、12月と考えていたミッドウェイでの海戦が6月に行われることとなる。なぜだ？第2弾作戦遂行に向け、連合艦隊の次の目標は3つの選択肢があった。1つ目はミッドウェイ島を攻略し、いつでもハワイを攻撃できる体制を整えると同時に敵空母を撃滅すること。2つ目はアメリカとオーストラリアの連携を阻むため、フィジー島を攻略する案。3つ目は北東のアリューシャン列島を攻略する案。アリューシャン列島から長距離爆撃機が飛来し、日本本土を空襲することを防ぐことが目的だ。そのどれを選んだんだ？結局、山本五十六はミッドウェイ島の攻略、米空母部隊撃滅を目的とした MI 作戦を実施する案を作成。MI 作戦はハワイ攻略の準備ではなく、つなぎであったが、この作戦によって米空母を撃滅できれば、ハワイ攻略作戦は容易になると見ていた。1942年4月1日に連合艦隊司令部で、主席参謀黒島亀と大佐を中心にこの作戦案を作成した。しかし、成功を前提にスケジュールが組まれ、敵勢力を事前に調べることもしなかった。下調べもしなかったその案が採用か？軍令部はこの案に反対であった。軍令部では米豪交通を遮断するため、フィジー方面の攻略を先に計画していた。ミッドウェイ島も攻略後の防衛は困難で、わざわざ米空母が出撃してくるとは考えにくかったからだ。だが、このミッドウェイ攻略に軍令部も陸軍も注目することとなる大事件があった。なんだ？超リットル空襲だ。ドリル空襲？1942年4月18日にアメリカ陸軍航空軍が航空母艦より発進した爆撃機によって日本本土が初めての空襲を受けた。日本側の被害は死者87名、重傷者151名、軽傷者311名以上。小学校も被害を受けた。日本本土初空襲は衝撃だった。敵空母を早く撃滅しなければならないと、ミッドウェイ作戦に反対していた軍令部と、関心が薄かった日本陸軍がミッドウェイ作戦に俄然、本気となった。もう空襲されるのは嫌だもんな。空母から航続距離の長い爆撃機を発進させて空襲を敢行する戦法に対し日本側に反撃の手段がなく、したがって、敵空母を積極的に捕捉撃滅する、もしくは、哨戒基地を前進させる、しか日本には選択肢がなかったのだ。5月5日、大海嶺第18号にて長野宇佐美軍令部総長は山本長官にミッドウェイ作戦を認可。同時に本土空襲を防ぐ目的もあってアリューシャン諸島占領作戦も行うことになった。アリューシャン作戦には、日本軍にとって貴重な空母2隻、巡洋、リュージアウ、が投入された。ミッドウェイ島の攻略のため、陸軍も同作戦に一機支隊を提供。山口さんはこの作戦をどう思ったんだ？ミッドウェイ作戦を知った山口は太平洋のアメリカの艦隊を壊滅できると乗り気であった。しかし、準備期間が短く、搭乗員の練成など準備が間に合わないことを理由に山口は源田稔中佐と共に反対した。だが、山本五十六以下連合艦隊司令部は聞く耳を持たなかった。聞く耳持たずか。さらに、4月29日に戦艦大和で行われた作戦研究会で山口は、第一航空艦隊のような集団を空母3隻で作り、その集団4つほどで臨系陣を行い、車係で襲来する空母部隊の構想を提案した。提案は了とされ、生産状況から近く実現できるものであったが、ミッドウェイ作戦を急いだため、後回しにされて実現しなかった。山口さんの意見に聞く耳持ってほしいな。そして、ミッドウェイ海戦出撃の直前、山口は慌ただしく東京牛込の自宅に帰宅する。山口は、二度と家族に会うことはないという覚悟を決めて密かに最後の別れに帰ってきたのだ。山口さんは、嫌な予感がしていたんだな。家には妻高子と長女、長男、次男、三男がいた。山口は、9日間自宅で過ごしたが、ある時ちょっと思いついたという形で、家族全員を伴い写真館に赴いて記念写真を撮った。別れの朝、多門は玄関先で見送る家族に向かって一度だけ敬礼した後振り返ることなく出かけていったという。愛人がいたという山本五十六と違い、山口は妻一筋の愛妻家だった。山口はミッドウェイに出撃する前日に、妻に手紙をしたためている。あなたさえいればどんなことでもしのげます。あなたこそ本当に私の心の中のオアシスです。姿も心も美しいあなたは、私の天使です。どうかお体を大切にして、心に希望を持ち、どんな逆境に立っても、
心中正しい行いをしている自信があれば、人に恥じることはありません。美しい文章だな。そして、山口はミッドウェイに出撃、戦死する。山口さん。山口さんはミッドウェイ海戦を前に死を覚悟して家族に会いに行ったんだよな。そうだ。この作戦は様々な不安を抱えており、戦う前から敗北の兆候があった。どんな兆候だ？大きく5つあるから、それぞれ1つずつ解説していくぞ。5つもか？まずは、ミッドウェイ海戦敗戦の兆候、その1図上演習。演習？海軍大学校では図上演習規則というのがあった。実際に図上でサイコロを振ってやる戦いのシミュレーションだ。ボードゲームみたいなもんだな。この図上演習はミッドウェイ海戦の前にも行われた。結果はどうだったんだ？結果は、攻略作戦の最中に米空母部隊が出現し、艦隊戦闘が行われ、日本の空母に大被害が出て攻略作戦続行が難しい状況となった。マジか？だが、審判をやり直して被害を減らし、空母を3隻残した状況で続行。空母化が、赤城は爆弾9発命中で沈没判定となったものの、宇垣まとめ連合艦隊参謀長が、命中が9発というのは多すぎるとして爆弾命中3発に修正させ、赤城を復活させたなどという。それ、ずるじゃん。図上演習の結果は、ミッドウェイ島攻略は成功したが、計画期日より1週間遅れ、艦艇の燃料が足りなくなり、一部の駆逐艦は座礁したが、宇垣は、連合艦隊はこうならないように作戦を指導する、と明言したという。ずるしても厳しい結果だったんだな。この強引な判定には、ミッドウェイ作戦からハワイ攻略までの図上演習を行う時間が3日間しかなく、スケジュールが逼迫していたという事情もあった。焦ってシミュレーションやっても意味ないな。2戦目が訓練だ。訓練？ミッドウェイ海戦後の戦闘商法では、各課とも訓練の域を出ず特に新搭乗員は昼間の着艦要約可能なる程度、と評している。特に雷撃機体の技能不足は明白で、水平爆撃と急降下爆撃は満足な訓練ができず、戦闘機体は基礎訓練のみで編隊訓練は急搭乗員の一部が行っただけだったという。もっと訓練せなダメだぜ。ミッドウェイ海戦前、着艦訓練は訓練使用可能な空母が加賀のみだけだったため、新人搭乗員の訓練が優先された。ベテラン搭乗員でも白母着艦訓練を行ったものは半分程度であったと、いう。山口は、真珠湾攻撃の際、思えば30年、国書玄関をしのぎ、強風怒涛を犯し、日夜、連部に勤めてきた。訓練すでになり、準備すでに整う、と将兵を叱咤していた。真珠湾攻撃では、訓練付けで準備万端だったんだな。そうだ。山口はこの訓練不足をとても憂いていた。ミッドウェイ海戦に対しては、連戦連勝で、たるみを覚え、かつ、あまり意味のない戦闘で疲労し、最も大事な敵機動部隊のデータがあまりにも不足している。最低3ヶ月の準備期間が欲しいと、山本五十六に訴えたが、それは許されなかった。訓練不足は致命傷だ。まだあるぞ、お次はアンテナ問題だ。アンテナ？に何があったんだ。ハテナだ。ミッドウェイ島攻略では、戦闘中に、アメリカ機動部隊が出現するかどうか？が大きな鍵であった。しかし、日本の空母はアンテナの関係から受信能力が低いため、敵信防受が不十分で敵情がわかりにくくなることがあった。そのため、一交換参謀長の小坂少将は、連合艦隊司令部、主に機関の戦艦ヤマトに敵情を把握して作戦指示することを連合艦隊参謀長の宇垣参謀長に取り付けた。小坂参謀長は、空母はマストが低くて敵信防受が期待できない。怪しい兆候を掴んだらくれぐれも頼む、と出撃前に何度も確認していたという。確かに、戦艦ヤマトは、通信設備も極めて充実していた。事実、ミッドウェイの作戦行動中、ヤマトは、多数の敵航空機が行動中、との軍令部特進班からの情報を受信。アメリカ空母の一部が、ミッドウェイ付近で待ち伏せしている可能性のあることを知り、ヤマトの敵進班も、敵空母らしき符号を傍受したと言われている。お、それを味方空母に伝えたらいいぜ。山本は直ちに南雲機動部隊に、敵空母が接近しつつあることを通報するよう参謀に伝えたが、あ、艦隊同士の無線封鎖を破れば敵に位置を知られる、南雲機動部隊の方が近くにいるので、同じく傍受したはず、という判断から見送られた。約束したのに。戦後、参謀長の黒島は無線封止を優先したこと。機動部隊も兆候を掴んだであろうこと。
第一機動艦隊は搭載機の半数を雷撃にし、空母出現に対して反撃に備えていたこともあって、敵空母の存在を南雲機動隊に知らせないように愚心したことを、自らの失敗として悔いている。約束したのに。そして、四つ目は、疲労。疲れか？そうだ、ミッドウェー海戦の主力となった南雲機動部隊は、第一航空戦隊の赤城化が、第二航空戦隊の飛遊総遊の空母4隻を中心とした真珠湾攻撃のために編成された世界初の空母機動艦隊だった。真珠湾攻撃で華々しい戦果を上げた後もラバウル攻撃、セイロン沖海戦などで連勝。東南アジア及びインド洋から敵艦隊を駆逐した南雲機動部隊は4月下旬に日本本土に帰国した。海戦以来、ドックエリア長期休暇もなく太平洋を奔走したため、艦も人員にも疲労が溜まっていた。半年近く戦い続けたってことだよな。やりすぎだろう、キーハンだぞ。しかも、その頃、総統広範囲の転出入という人事異動が行われた。人事異動？人事異動による不慣れな職務に就く隊員も多く艦艇と航空部隊双方の技量が低下した。疲れている上に、人事異動。ダブルパンチだ。そして、さらなる問題後が満身だ。満身？日本海軍は、日中戦争以来の戦果に対する大きな自信と長い実戦経験があった。さらに日米戦争開戦後は真珠湾以来全て干渉してきたとの自信もある。ミッドウェー海戦の1ヶ月前、5月の珊瑚海海戦で空母同士の決戦を初めて経験している。が、訓練された敵の空母部隊と交戦して大損害を受けたにもかかわらず、検証さえ十分に行わなかった。第一航空戦隊のパイロットたちも、珊瑚海で米艦隊を撃ち漏らしたのは第五航空隊がだらしないからだ。自分たちなら問題ではない、と信じていた。まさに慢心。またこの慢心は日本全体に及んでおり、機密保持が全く不徹底なものであった。なんと、次にどこを攻めるのか？を民間の人たちまで知っていたそうだ。海軍の軍人が飲み屋で隣に座った客から、海軍さん、次はミッドウェイを取りに行くんでしょう、と言われるほどだったという。日本中、慢心。軍の公約目標は機密事項のはずで、その情報を民間人が知っているのはあってはならない状況だったはずだ。5つ全てが不安要素だな。そんな不安な兆候を抱える中、ミッドウェイ作戦、最大の問題がこの作戦の目標が、ミッドウェイ等攻略にあるのか？敵機動部隊の撃滅にあるのか？連合艦隊と軍令部の意思統一ができておらず、はっきりしていなかった。軍令部は主目標をミッドウェイ等攻略にあるとし、大本営命令においてもそれが主目標と指示されていた。一方で連合艦隊首脳は敵機動部隊撃滅を重視する発言をしている。そのため、最前線部隊の第一航空艦隊にはどちらの目標も周知徹底されることがなかった。二頭追うものは一頭も得ずってやつだな。しかも、今回の作戦では第二艦隊の攻撃部隊がミッドウェイ島に上陸する日が6月7日と決定されていた。つまり、南雲機動部隊はそれまでにミッドウェイ基地の戦闘力を奪わなければならなかったのだ。攻撃開始日が決まっていたため、奇襲について起点を働かせる余地がなく、敵機動部隊の撃滅を目指そうにも、ミッドウェイ攻略が義務付けられていた。ミッドウェイ島の攻略と、空母の撃滅。二つやることあって、どっちもお願い。って、ふわっと頼まれていて、こっちは、この日までにやっとかなきゃダメだぞ。と、言われていたら、もうパニックだな。空母の最大の弱点は、その脆弱性にある。空母の艦長が最も気を使うのは、飛行甲板や格納庫に飛行機を搭載している時だ。それはガソリンタンクを裸で抱えているようなもので、仮に爆弾一発食っただけで、誘爆を起こし、空母全体が火に包まれてしまうのだ。甲板の装甲を厚くするとか、消火設備を強化するとか対策もあるが、甲板に並ぶ飛行機は、ガソリンそのもの。敵機が迫ったら急いで発艦させる以外に手はなかった。そんな危険な空母同士の決戦が始まろうというのに、日本海軍は危機感が足りなかった。何より敵の情報もよくわかっていなかった。戦闘商法など、敵情に関してはほとんど得るところなく、特に敵空母の現存数、その所在は最後まで不明なりや、各艦各飛行機とも訓練不十分にしてかつ敵情不明状況において作戦に参加せり、と戦闘詳細には記されている。入念な準備をして挑んだ真珠湾攻撃とは全く事情が違っていた。不安要素が多くあったとはいえ、連合艦隊司令部、軍令部、南雲機動部隊のいずれも自信に満ち溢れていた。
5月5日、長野軍令部総長より山本長官に対し大海令第18号が発令。5月27日、第1航空艦隊は瀬戸内海の柱島発地を出撃。目指したのは、ハワイ諸島の北西およそ2000キロに位置するミッドウェイ島だ。日本は、この作戦に南雲忠一中将が率いる赤城、加賀、蒼龍、飛龍の空母4隻を中核とした第1航空艦隊。さらに、連合艦隊司令長官の山本五十六大将が指揮する戦艦、巡洋艦、駆逐艦による主力部隊を投入。さらには海軍陸戦隊2550人、陸軍部隊2000人の地上戦力を乗せた輸送船団も続いた。艦船の総トン数は150万トンを超え、乗員将兵は10万人に及び、まさに天下分け目の戦いだ。山口は第2航空戦隊の機関飛龍で、司令官として指揮を取った。日本軍とアメリカ軍、天下分け目の一戦。迎え撃つアメリカ軍はしっかりと戦いの準備を進めていた。真珠湾攻撃を、劣勢に立たされていた艦隊の再建を急ぐとともに、日本軍の作戦目標について情報を集めていた。アメリカ軍の諜報部は1942年4月頃には、日本軍の大規模作戦が実施されるという情報を掴んでいたが、その攻撃目標が、ハワイか、それとも本土の西海岸か、など情報が錯綜し、正確な位置まで把握できていなかった。しかし、4月中旬から日本軍からの伝聞に突然、AF、AO の符号が出てきたことに気づく。AO はアリューシャンとすぐに解読できたが、AF はどこだ？ AF、アフリカ？そこで、暗号解読班は5月中旬、ミッドウェイで海水のろ過装置が故障し真水が不足、とする偽伝聞を発したところ、ほどなく暗号解読室の一室から歓声が湧き起こる。ウェイク島の日本守備隊が本国宛てに、AF が真水不足とする伝聞を打ってきたのだ。その結果、アメリカ軍は次の攻撃目標がミッドウェイであることを確信する。まんまと罠にはまった感じだな。これで目標を一点に絞ることが可能になったアメリカ軍は、日本側が空母に搭載する航空機数が320機だったのに対し、ミッドウェイ島にそれに対抗できる戦力までに増強。さらに、3、5回海戦でダメージを受けて真珠湾に戻ってきた空母ヨークタウンの修理に3ヶ月かかると報告されていたが、真珠湾に寄港すると、太平洋艦隊司令長官に3つ大将が直接、損傷状況見聞を行い、応急措置を施せば戦列復帰は可能と判断、3日で修理を行うよう命令した。3ヶ月修理に必要な空母を3日でやれってことか？不可能だぜ。アメリカ軍はその不可能を可能とした。24時間体制の突貫工事で修理が行われた。作業効率を優先し、民間人である修理工に兵隊を指揮監督させる方式で行われ、換気不十分で艦内温度が 48.9 度の蒸し風呂状態の中での作業だったが、オアフ島の一部を停電にして海軍交渉に電力を優先に供給するよう調整するなど全面バックアップが取られ、なんと2日後の29日11時には空母に開いていた穴は完全に塞ぎ終わりドックの外へ出すことができるまでに回復。ミッドウェイ海戦への出撃が可能となった。これでミッドウェイと迎える空母は3隻。日本の空母4隻と戦える数だ。アメリカ軍は日本との決戦に備え、虎視眈々と連合艦隊を狙っていたのだ。日本軍やバスだな。実は、ミッドウェイ出撃前日の5月26日、赤城において作戦計画の説明と作戦打ち合わせが行われた。そこで、山口は大きな懸念を訴える。何の懸念だ？索敵計画が不十分ということだ。索敵？索敵とは、呼んで字のごとく、敵の位置などを捜索することだ。山口は、この戦いに空母が現れるか？どうかが、運命を分けると知っていた。そのためには、空母の場所を探す索敵が何より重要だ。索敵重要。しかし、索敵計画を立案した第一航空艦隊航空参謀吉岡忠和少佐はミッドウェイ攻略作戦中に敵艦隊が現れるとはほとんど考えていなかった。索敵を厳重にするのが良いのは分かっていたが、索敵に艦上攻撃機を使うのは攻撃力の低下を意味するので惜しくてできなかった。と、索敵計画を甘くした状況判断が誤っていたと戦後、回想している。索敵重要なのに、しっかりと索敵していれば、敵空母は発見できたと言われている。山口さん、無念だな。アメリカ軍はミッドウェイ島の防御を固めており、日本の空母も虎視眈々と狙われていた。そのことも知らず第一機動艦隊は進軍を続ける。南雲忠一中将率いる第一航空艦隊は、空母赤城、空母加賀、空母蒼龍、
さらに、山口が指揮を取る第二航空戦隊の機関、空母飛龍で進撃。一方、アメリカ軍は、空母エンタープライズ、空母ホーネット、空母ヨークタウンが出撃する。第一航空艦隊は6月5日午前1時30分ミッドウェイの北西約210海里付近に到着。ミッドウェイ攻撃隊108機を発進させ、基地への攻撃を開始した。ついにミッドウェイ海戦の戦いの火蓋が切られたのだ。空母の数では4対3と、アメリカ軍より日本軍が優勢。ただし、航空戦力比は日本軍、戦闘機105、急降下爆撃機84、雷撃機94、艦艇2、水上戦闘機24、水上偵察機10、総計319機に対し、アメリカ軍機動部隊、戦闘機79、急降下爆撃機112、雷撃機42、ミッドウェイ等のアメリカ軍基地戦力を合わせると総計348機とほぼ互角であった。とはいえ、艦船の総トン数150万トン、兵力10万人でミッドウェイに乗り込んだ日本軍に対して、アメリカ軍は戦艦等の数も少なく、兵力も必死に寄せ集めたもの。圧勝だ。日本の多くの参謀がそう信じていた。第一次攻撃隊は日本時間の3時45分から4時10分の間にかけてミッドウェイ基地施設を爆破炎上させる。奇襲を狙っていた日本軍だったが、暗号を解読していたアメリカ軍は日本の攻撃に備え、新鋭機を含む約110機の航空機と寄せ集めながら海兵隊ら約3000人を配置していた。午前4時頃からアメリカ軍は航空機により日本空軍を迎撃。ちょうど同じ午前4時頃、第一航空艦隊に対してもアメリカ軍の攻撃が行われた。ミッドウェイ島でのアメリカ軍の反撃が予想以上に苛烈であったこともあり、第一航空艦隊のミッドウェイ空襲の総指揮官友永隊は午前4時頃に南雲中将に対し、川とだでん。川焼き鳥か？これは、第一次攻撃だけでは不十分だから、第二次攻撃も必要という意味だ。このだでんを受けた南雲率いる第一航空艦隊には危機が迫っていた。川。アメリカ空母が近づいていたのだ。当時、アメリカ軍にはレーダーがあったのに対し、日本はまだ目視による索敵が主であったこともあり、この時、まだ空母を発見するには至らず、さらに、悪いことに、従順洋艦トネから索敵のため発進するはずの4号偵察機も発進が遅れていた。山本五十六連合艦隊司令長官の指示もあって、敵空母出現に備えて、艦載機の半数が魚雷を積み、雷装していた。だが、参謀たちは、空母なし、と判断。第二次攻撃隊の戦闘機を地上爆撃のための爆弾に積み替える、つまり、爆走、するよう指示した。川。南雲司令長官は、ミッドウェイ付近にはアメリカ艦隊がいないものと考え、ミッドウェイの第二次攻撃を決めたのだ。事実、戦闘商法では、午前4時15分に待機中だった日本軍航空機の装備を艦艇攻撃用から地上攻撃用に転換するのを命じた、と、記されている。しかし、山口多門の判断は違った。したたかなアメリカのことだ。空母は必ず近くにいる。と再考を促すが、南雲の考えは変わらなかった。ところが、午前4時28分、日4号偵察機より、驚くべき知らせが南雲の元に届く。敵らしきもの重責にいる。空母来たー。ここでようやく南雲司令官は、アメリカ艦隊が近くに存在することを確信。おそらく空母を含むであろうと考えた。ここで、山口多門の一つ目の重要な決断があった。どんな決断だ？南雲司令長官は、アメリカ艦隊が近くに存在することを知り、そこに、おそらく空母が含まれているであろうと考えた。そこで、南雲は、爆弾に付け替えていた攻撃機を再び、魚雷へと付け替えるよう命令を下す。ここで、山口多門の一つ目の重要な決断があった。第一の決断。直ちに発艦の要ありと認む。山口多門少将は、地上爆撃用の爆弾でも空母の甲板を破壊すれば、敵飛行機の発艦の阻止は可能だ。だから、このまま飛行機を発艦させよ、魚雷への付け替える時間などない、と決断し、南雲に進言したんだ。結果はどうなった？しかし、南雲中一中将はその意見を却下する。ガラデム。南雲が、ミッドウェイ第二次攻撃を取りやめ航空機の装備を艦船攻撃用に再度、転換するよう命じたのは午前4時45分のことだった。でも、敵らしきものが重積見えただけで、まだ敵空母がいるとは確定はしてないだろ？ 5 時20分、索敵機から耳を覆いたくなるような知らせが届く。敵はその後方に母艦らしきもの一隻を伴う。
空母いた確定。アメリカ軍は、日本海軍の位置を特定する前に空母3隻より150機余りの戦闘機を次々と発進させる。150機。ここまでの時系列をまとめるぞ。午前4時第2次攻撃の用ありの打電。午前4時15分魚雷から地上攻撃用爆弾に取り替え。午前4時28分敵らしき艦隊がいるという報告。午前4時45分再び地上攻撃用から魚雷に戻す。空母出現で大混乱だ。さらに、混乱は続く。ミサイルの付け替えなどで、慌ただしい状況の中、午前5時から5時30分に、ミッドウェイ基地を攻撃していた友永隊率いる航空隊が、空母上空に帰還する。ミッドウェイ島の基地攻撃を終えて戻ってきたんだな。しかし、そこで友永隊は、味方空母が非常事態に陥っていることを知った。アメリカ軍から攻撃を受けていて、すぐには航空機が空母に帰還できる状態ではなかったのだ。そのため、友永隊は上空で待機しなければならず、混乱した日本軍の駆逐艦から誤射を受けるという事態も起こった。戦い終えて帰ってきたのに、帰れなかったんだな。南雲は大きなジレンマに襲われる。友永隊を空母に帰還させるか、空母攻撃隊の発進を優先させるか、攻撃隊の発進を優先させると、帰ってきた友永隊の飛行機は帰還できず、燃料切れで不時着させるしかなくなってしまう。一方で、友永隊を優先的に帰還させると、アメリカの空母攻撃へと向かう航空隊の発艦が著しく遅れてしまう。この緊急事態にこのジレンマは、俺なら逃げ出すな。結局、南雲は、友永隊収容を優先させた。6時5分、艦隊に対し攻撃隊の収容の後、敵機動部隊を捕捉撃滅せんとすと命令。攻撃隊航空機は、7時半から8時頃には並走転換を終え発進可能であるとの報告がなされた。帰還した航空機を全部収容できた時刻は午前6時30分。その間、艦内では度重なる並走転換に、整備兵は大混乱に陥っている。数百キロもある巨大な魚雷や爆弾、大きさや重さも違うため、航空機に搭載するには、長い作業時間がかかる。一刻を争う中で、魚雷や爆弾がきちんと収納されないままの突貫作業となり、艦内は火薬庫のような危険な状態になっていた。火薬庫。ソーダ艦パンゲは魚雷や爆弾で溢れ、火薬庫のような場所を整備兵たちが駆け回っていた、という。めっちゃ危険やん。幸いなことに、米攻撃機の性能が劣り、搭乗員の技術も未熟だったため、敵機の多くがゼロ戦に撃墜され、日本の空母部隊は爆弾や魚雷を受けずに済んだ。よかった。そして、7時20分、ようやく雷槍を終え空母の攻撃用の航空機が発進できるという状態が整った。最初の攻撃機の出撃まであと5分、その時だった。低空の敵機にゼロ戦が気を取られる中上空から1機の急降下爆撃機が空母に襲いかかる。急降下。そして、ポツンと黒の1点が放たれ、それが急に大きくなった。黒の1点。急降下爆撃機が、数百メートル上空で放った爆弾だ。うわ。ダグラス SBD ドーントレス急降下爆撃機の爆撃。この爆弾が空母赤城、空母化が、空母総流の3隻の甲板に次々と命中。散乱していた爆弾や魚雷に誘爆。火薬庫のような状態だった艦内は大爆発が起こる。火薬庫に爆弾。大爆発だ。7時25分総流が3段命中。7時26分赤城が2段命中。7時30分加賀が4段命中。甲板に閃光が走ったと思うや、戦闘機にも次々と誘爆を起こし、炎上。わずか5分で日本軍は精鋭空母3隻を瞬く間に失った。攻撃機出撃まであと5分だったのに、その5分で空母3隻を失ったんだな。もし、アメリカ軍機が飛来するのがあと5分遅かったとしたらミッドウェイ海戦の行方は違っていたのでは？これが後に言われるミッドウェイ運命の5分間だ。しかし、山口は言うだろう。爆装と雷装の付け替えを決断した2時間前に勝利のチャンスは失っていた、と。なんでた？攻撃機が出撃していたらよかっただろ？現在ではこの運命の5分間はなかったというのが定説となっている。たとえ、アメリカ軍の爆撃が5分遅かったとしても、結果は変わらなかった。なぜなら、アメリカ軍の爆撃が5分遅かったとしても、発進できた航空機は1機だけ。空母上に航空機が50機待機していたと仮定すると、1機1分で飛び立ったとしても、全部が飛び立つには約1時間かかる。刻一刻の戦いの中で1時間は長いな。しかも、アメリカから空母3隻が爆撃を受けたとき、空母の甲板にはまだ攻撃航空機は準備できていなかったという証言もある。
総火5分どころか1時間遅れて攻撃を受けてなきゃダメだったんだな。山口さんの言う通り、2時間前に決着がついていたかもだ。4隻の空母のうち3隻が大火災を起こし、残る日本空母はただ1隻。山口が指揮を取る空母飛龍だ。山口さん。飛龍は、雲の下に位置したことから、急降下爆撃を逃れていた。山口は飛龍1隻で敵空母3隻と相対するという、絶体絶命の状況に陥る。無理だ。もう逃げよう。早く逃げよう。山口はこの修羅場で即座に次のように言ってのけた。それが2つ目の決断だ。あれ、今より航空船の指揮を取る。山口さんが指揮を取るのか？通常の序列では、専任の第8戦隊司令官安倍博明が南雲中一から指揮を引き継ぐはずだった。しかし、山口は、それをあえて雇用せず、航空船の指揮は自らが最適だと瞬時に判断し、弔い合戦を決断したのだ。この状況で名乗りを上げるの凄すぎる。そして、山口は、ミッドウェイ島の遥か北西800海里を東に進む山本長官率いる戦艦大和に電文を打つ。そこには彼の3つ目の決断が記されていた。前期今より発進、敵空母を撃滅せんとす。山口はこの絶体絶命の状況でなお、敵空母を撃滅することを決断したのだ。それは、彼が敬愛するネルソン提督の言葉通りの行動だった。こうつきめがたい時は、自分は、より危険性があっても積極性を取る。山口さん、一本筋が通り過ぎている。山口は、空母攻撃船と雷撃機に乗り込もうとする友永隊率いる航空隊員の杯におみきを注ぎ、訓示を述べた。一段とご苦労だが、前期激突の決意を持って、攻撃へ向かってくれ。そして、山口は続ける。体当たりのつもりで行ってくれ。貴様らだけを死なせはしない。俺も必ず後から行く。山口さん、自分も死ぬことを覚悟していたんだな。そうだ。ミッドウェイ海戦の前、もう会えないと家族の元に帰っていた山口の予感は的中したのだ。山口の覚悟を知った友永は、てめえら、死んでも変態を崩すんじゃねえぞ、という部下への言葉を残し、まさしく決死の覚悟で出撃。友永攻撃隊は敵空母ヨークタウンを大破し撃沈に導いたが、友永はこの戦いで戦死する。その後、飛龍にはアメリカ軍からの猛攻撃が加えられた。空母エンタープライズから発進した爆撃機24機に吸収され飛龍は大破炎上。消火ポンプが作動せず、空母は炎上を続け、絶望的な状況になったところで、残った兵は甲板に集まるよう指示が出た。飛龍の艦長角留雄からの、総員の退去を命ず、の訓示の後、山口は隊員たちにこう述べた。我ら公国に生まれ。たまたま愛がたき会心の一戦に、いささか本分を尽くし得たるを喜ぶ。いざ球場を要拝して、陛下の万歳を唱え祭らん。そして、山口は帽子を脱いで再敬礼し、皇居に向かっての万歳三唱の音頭を取った。ミッドウェイの夜の海に万歳の声が響いたという。ラッパ手書き身が洋服空母飛龍に掲げられていた日照旗、少々旗が下ろされた。部下は大艦を混成したが、山口は作戦失敗の責任を自らの命で償うと受け入れなかった。また参謀や副長なども飛龍と共に沈むことを申し出たが、山口と角は、二人だけでよい、として退去を命じた。角員と握手を交わした時の二人は、まるで散歩の途中でさようならを言うように淡々としていた、という。隊員が、山口に何かお別れにいただくものはありませんか、と頼むと、山口は黙って自分の被っていた戦闘帽を渡した。そして、総員が退官した後、山口少将は、元気でなぁと声の限り、叫んだという。きっと、それは日本に残る、愛する妻、そして、子供たちにも送る言葉だったはずだ。山口さんは愛妻家だったもんな。山口は、空母飛龍の艦橋に各艦長と共に残り敬礼しながら海中に消えた。山口さん。日本海軍は、このミッドウェイ海戦において、主力空母4隻、飛行機322機と熟練パイロット108名を含む3057名を失った。山本五十六は野戦も検討したが、6月5日21時15分に野戦中止、23時55分にミッドウェイ島の攻略中止を通達。追撃してきたアメリカ軍を日本軍の活動圏内に引き込んで攻撃することも考えたが、アメリカ軍は深追いしてこず、6月7日にミッドウェイ海戦は終わりを告げた。山口の海軍兵学校の同期であった宇垣まとめは自らの陣中日誌戦争録の中でこう述べている。旧友山口多聞少将を失う、痛恨限りなし、
世の旧友中、最も優秀な人血を失うものなり。もし、山口さんの言う通り魚雷に付け替えず、爆走のまま空母を飛び立っていたらどうなっていたんだ？当時のアメリカ空母の甲板は装甲化されていなかったため、陸用爆弾でも有効だったと考えられる。陸用爆弾による攻撃でアメリカ空母の木製甲板がめくれ上がれば航空機運用を阻害できた可能性は高く、発艦の阻止は時間的に難しかったかもしれないが、アメリカ軍は帰還する艦載機を着艦できずに、失われた可能性もあった。また、攻撃隊をいち早く発進させていれば、艦内の機体数は減少するため、航空機の誘爆による空母の火災はそれほど大きくならず、撃沈される可能性も低くなったとも言われている。この海戦で勝つ可能性が少しでもあるとすれば、やはり、敵空母発見時に、爆走のままでも出撃することが重要だったのかもしれない。そして、もう一点。山口が海戦前に訴えていたことがある。第一航空艦隊のような集団を空母3隻で作り、その集団4つほどで臨系陣を行い、車係で襲来する空母部隊の構想が採用されていたら、ミッドウェー海戦の行方は全く違っていたものになっていただろう。なんで、その構想が採用されなかったんだ？この山口の提案は、用途され実現も可能だったが、いつの間にか、うやむやになってしまった。そのことに関して、飛行隊総指揮官淵田光雄は戦後、保守はいつの世にもスローモーションである。ミッドウェイ作戦に、山口の案は採用されるに至らなかった、と無念の思いを記述している。山口は、自らの提案を、山本五十六がもっと推してくれると期待していたという。山本五十六の秘蔵っ子と言われた山口であったがゆえに、その悔しさは計り知れない。山口さんの提案が採用され、もしミッドウェイ海戦で日本が勝ってたら、その後の歴史はどうなっていたんだ？これは歴史の if だから、なんとも言えないが、ミッドウェイ海戦で完全勝利してミッドウェイ島を攻略することができ、補給問題も解決できたと仮定したら、日本は次にハワイを攻略し、占領できた可能性はあったと言われている。ただ、ハワイを占領し続けるのは困難を極めたはずだ。アメリカ軍が沖縄を占領するために7個師団を投入し、期間は3ヶ月間もかかった。ハワイは沖縄よりもずっと大きいため、日本軍がハワイを占領し続けるのは厳しいと考えられる。とはいえ、もしハワイを占領し続けることができていたら、太平洋戦争の戦況は大きく変わっていた可能性はある。日本がハワイを占領したら、さすがのアメリカも追い詰められる。ハワイを拠点とするアメリカ本土攻撃を警戒しなければならず、オーストラリアへの支援も不可能となり、アメリカ本土への集中的な攻撃や攻め込むことは日本の国力の限界を超えると思われるが、手薄になった資源大国オーストラリアを日本が占領できる可能性はあったと言われている。ハワイオーストラリアを占領していたら、日本に有利な状況で講和に持ち込むことができたかもしれない。ハワイを占領しての早期講和。それが山本五十六。そして、山口多聞が描いた唯一の勝利の道だった。講和ができたら、その先に二人はどんな未来を描いていたんだろうな。ちなみに、アメリカに駐留経験のある山本も山口も、アメリカの国力の強大さを知っていた。そのため、アメリカとの戦争は最後まで反対していた。山本五十六はそれでも早期講和の道を探り、ハワイ占領を画策。山口多聞はその目標の完遂をひたすら目指した。しかし、ミッドウェイ海戦でその道は閉ざされた。山口さん。広島県の呉市海事歴史科学館には、山口中将の参謀憲章と比喩に掲げられていた少々旗が陳列されている。沈没に際した委員に託したものだ。佐世保海軍墓地にある比喩の慰霊碑にはこう記されている。在天の山口司令官各艦長はじめたくさんの戦友たちよ。あの日のことどもともに語りたいその後のことも聞いてほしい。だが今日はそれも叶わずとこしえにこの聖地に、安らかに眠れかしとただ祈るのみ。心に響く名文だ。山口多聞。1892年8月17日に生まれ、1942年6月5日ミッドウェイ海戦において空母飛龍沈没時に戦死。49歳であった。最終階級は海軍中将、直ちに発艦の要ありと認む。我、今より航空戦の指揮を取る。前期今より発進。敵空母撃滅戦とす。山口が下した、どんな状況でも最善を尽くす勇気ある三つの決断は、東将として最後まで戦い抜いた武人の姿だった。北連蔵画による、帝徳の最後、は山口の最後を書いた戦争画だ。画面中央での釜の蓋で水を受けるのが山口多聞、
その向かって右奥は飛竜艦長角留雄で、右手前から参謀が下ろされた軍艦旗を掲げ持って歩み寄っている。後にアメリカ太平洋艦隊司令長官が、情報主任参謀のエドウィン・レイトンに意見を求めたところ、エドウィンは山本五十六より優秀な指揮者として山口多聞の名を挙げたという。山口さん。ウプ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。頑張っても至らないところあるはずだからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟ですけど、最新情報をお届けしたいのでチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。